おはようございます。おはようございます。今4日は月。2024年の何月、7月の15。は15の月曜日でございますと。い、海の日で久しす。ぶりね。今日は海の日です。海の日なん今日。ここです。今日海の日です。海の俺日全然で。知らなかった。もう祭日多すぎてな、日本の場合。まあ、そうですね。まあ、海の日ですね、今日は。何の日か分からない。まあ、あれやな。なんか最近、同じ人がずっと見てるよな、毎回。なんかそうですそう。ね。同じ人をご見てく飯れてじゃますね。ん。ななんんかいつか、も同じ人みたいな。もうまあ、いいんじゃないですか。すなんごかええく、感じになってきたよいいな。感じになってきたんじゃないですかとね。いうことで、はい、今日も物好きの皆さん、こんにちはと。こんにちは。物好きですな。もの好き、言い方ね。まあ、これある意味だけど、ほら、なんかこう、徐々に徐々にみんな変わっていってる感じあると思うねな、自分も。そうです毎回見てね。る人は。そうですね。なんか中毒になっていってるみたいな感じやな。それ変化がだいぶね。1週間に1回私のなんていうかな、酒のつまみですからみたいな人。まあでも、あだこうだ、再生も、ね、見てくれてる人は見てくれてる。今、200人は一定数見ていただけてるから、で、たまに500とかになりますまあ、けど。なんていうかな、たまにバーって増えるときは、はい。なんか素通りの人がちょっと見て、はい、さよならみたいな感じで、同じ人はずっとおると。面白いな、これ。面白い、思わん。YouTube らしいよな。でも続けてるのに意味があるってことなんでいね。やー、でもこれ見てる人はな、見続けてる人は相当変わった人やぞ。まあ、でしょうね。だってこんなグダグダな話でも、グダって言うと失礼かもしれないけど、ちゃんともうちょっと編集されないといけないんですけど、それもはい、してない今です日の、からね。はい、地球のニュースはいかがでしょうか、愛子君。いや、地球のニュースっていうか、昨日やってた、ドナルドさんの、トドランプナルさドさんな。ん。そ れドナルが、ジャパド。ンとかおっしゃってましたけど、ただ、まあ、確かに、熱狂という部分では、すごく熱狂が出てるのかなっていうのが一個ありますが、まあ、それ以外にも、結構、やっぱり、やっぱり仕組まれてる部分もあるんだろうなって、要は、そうなるようにね、うまく仕組まれてる。あれ、あそこだったら、普通だったら、ところをしないっていう時点で、多分そうなのかなっていうのは、僕の内にも見えてきた感じですけどね、まあ、単純に言うと、ドナルドさんな。ドナルド・トランプさんな。あれ、どこやったっけ？ペンシルバニアやったっけな。あ、そうなんですか？昨日やったっけ？あれ。昨日です。ここに立てた昨日ですね。あれな。まあ、単純に言うと、いつものお話の通り、神が降りてるからな、今、ほんまに。あれ、神がかってるんですよ、あれ。本当に、冗談抜きで。で、まあ、ああじゃこうじゃあるけど、事実だけを見ようか、一回。ね、トランプさん知らんかったわけよな。でしょ？あれね、事実だけをこう見ると、しんどったと仮定しようか。頭頭蓋骨やられてて。そしたらな、これアメリカ内戦になるんですよ。これそうなるんですよ。殺されてたらもう内戦ですわな、これ。で、事実として知らんかったと。まあ、なんか耳のとことか、あと腹にも一発食らっとったな、あれな。防弾チョッキ着てんねやろな、だからな。だから、まあ、どちらかというと、で、まあ、ほれ、あの人なんか、みんな戦えみたいなやっとったやろ、手挙げて。な、あれね、一回また写真、ちゅうかな、見たらわかるけどな、あれとそっくり、南北戦争、アメリカのな、昔の、南北戦争の時の勝利宣言みたいなやつの絵と全く一緒のことやってんのよ、あれな。なんで、まあ、あれフランス革命、じゃあれ7月13日とかそこら辺ちゃうか、フランスも、フランスも。だからね、まあ、これは神のシナリオですわな。で、まあ、人間世界で事実的にどうとかああとかっていうのはあるけど、まあ、なんちゅうかな、劇場として見るならば、はい、全世界の皆さん、これで気づいてやると。いうのをヒートアップして盛り上げてるってことよな。まあ、そうでしょうね。あと、だから8、9、10、11、4ヶ月でしょ？大統領選挙まで。盛り上げてると。もう何？ほれ、有罪判決、細かいもんで受けたり、なんかいろいろいじめられとったやん、不倫がどうとか、とか言われて。あっこからずっと見ていってみ。
もういじめ、いじめられ役でしょ？これ以上まだいじめんのかというのをやってるよな、見たら。まあそうもうですあれでね。しょ？ほんで、並行してバイデンがやってること？ボケまくり？ まあ、うまくだから、まっちゃんもよく言ってるように、でも、バイデン、ここへ来てボケネタ連発してるからな、おもろいぞ。ゼレンスキーのこと、プーチン言うてるしな。で、ゼレンスキー、唖然としてるみたいな。で、何やったっけ？合衆国の副大統領？トランプって言ってるからな。なんかもうボケまくってんのよな。ほんで何？サウスコリアの大統領、キム・ジョンウンって言ってみたりな。だからあれね、ボケネタ、ボケてるというよりは、事実を言ってるだけの話ですからな、あれ。ただ事実を言ってねんけど、人間界はまだわけ分かってへんから、何言ってんのってなんねんけど、そういうことでしょ？次の大統領、トランプってことですからな、副大統領って言ってんねんから。そうですね。で、サウスコリアの大統領、キム・ジョンウンって言ってもそうやしな、統一やねんから。そうですね。だから事実を言ってんねんけど、ボケてるように言われるみたいな。だから暴露してるってことですよな。だから、まあ、大きく言うと、地球は一つの方向へ向かっていってますよ。もう本まあ、当。そうですね。それが加速してるだけの話ですよ。確かに、確かその一つの方向ってじゃあ何ですかって言ったら、解放ですよ、解放。解放。今までの、その要はでっかいもんの解放ですよ、彼の支配からの。要は西洋支配からの解放ですよ、東へこう、分あの何て言うかな、東へこう中心がぐーっと移ってくると、地球の中でな。で、その2000年やり続けてきたこの動画で毎回言ってるように、西洋支配というか、植民地支配というか、奴隷支配ですわな。その海賊の奴隷支配からの解放。要は植民地支配ですよ。宗教もひっくるめてな。それと、あれよ、世の中の人がよく言う、ほら、風の時代みたいなこと言うやん。まあ言ってますね、世の中のやつは。あれへ向かって動いてるんですよ。今までだからどっちかというと土の時代。要は所有の時代ですよ。みんな言ってましたね、それはね。そう、独占というかな。大きいものはいい、強いもん、強いもん勝ち？要は、そうね。強いもん勝ちとか金持ち勝ちみたいなやつ。そっからその風っていうことは結局はその精神世界への移行ってことですからな。入り口ですからね。で、その精神世界ってことになるともう東しかないわけですよ。西洋じゃ無理ですから。だから最後は日本ってなんねんけどまた15年かかりますねっていつもの話を。はい、ちゃん、地球のニュースはいかがでしょうか、ほか。俺一番、それが一番ニュース的には、地球のニュースとして、よかったなーって、よかったって、ドナルドさん。ドナルドさんのやつが僕の中では、一番衝撃のニュースだっじた。ゃあ、あとはあれなんですよね、まあ、ニュース。はっきり言っとくけど、今年の後半と来年はこんなもんじゃ終わらんぞ。もっとドヒャーネタ出てくるぞ。ドヒャー、ドヒ本当ですャーみたいか。な。俺、とどめは宇宙人やと思ってるよな。宇宙人が出てくると。君たちはまだ古いと。改心せえと。宇宙人が登場すると思うぞ、と。神様と一緒に。そこまで行くと思うぞ、今回は。いや、でも肌感的に、野党はすごく今、風の時代って言いつつ、個人的にいろいろと肌感でいろんな人と話してて、最近すごく思うのは、やっぱり今日の話にも話すんですけど、やっぱ変化をしようとしてない人たちが多すぎるのかなって、もったいない感はすごくありますね。まあ世界のニュースというか地球のニュースをもう一つぐらい上げとくとな、一つ二つ上げたのか、ドナルドさんのネタもそうやねんけど、もっとすごい動きしてるぞ、ヨーロッパは今。ああ、一本当気でにすか。同時に。EU ってみんな知ってるよな。EU な。で、欧州議会っていうのが元になってるのかな。で、この欧州議会がもうバラバラになってきた。バラバラになってきた。そう。で、今年の議長を務めてんのがね、ハンガリーのあの人ですよ。オルバンさん。あの人がもう EU から抜けようとしてる。
あ、すごいぞ、これ。そもそも、ちょっと待ってくださいね。僕ね、いつも、すごいぞ、ほら、ほんと。この間、あれ、おい、あれだよ。トランプさんと会談してるしな。で、プーチンともこう、コンタクト取ってるしな。で、その後、習近平、中国行って、習近平と会って、で、その後またアメリカ入ってるからな、あの人。だから、もうこのウクライナとロシアのこのドンパチを収めるのはトランプしかおらんと。いうことで動いてて、で、欧州議会が一瞬、発狂してる。ああ、NATO。で、要は、違うな、ちょっと。こっちの動きもすごいぞ。NATO がもう怒り狂ってるって感じ。いっぱい狂ってるのは何だよ、なんて。だから、もうこれもそうですよ。ハンガリーなんかももうその自国優先というかな。元に戻すというかな。もうこんなもん突き当てられへんわと。欧州議会とな。いう。保守党がなぜ、で、あと、こああ、れ、以前2ヶ月ぐらい前にスロバキアのあの人も暗殺されかけたでしょ。ね。銃撃されたでしょ。ああいうのがね、この1、こっから1年半ぐらい、あっちゃこっちゃで出てくるわ。もう最後の最後やからな、これ。でね、あと金融で1個、すごいおもろい話したのか、ネタ。超絶、これすごいぞ、今度。俺が、さあ、世界最大の銀行っていうか、アメリカ最大の銀行、JP モルガン？ JP モルガンが、何て言うかな？貸し倒れ引当金の積み増し、それがすごい量やったぞ、結構。だから、準備し始めたっていうことなんで、結局ね、これ何なんかっていうとな、もうその要はドル不足、要は、商業不動産とか、なんちゃらかんちゃらひっくるめてですよ、そういうものの焦げ付き、債券の焦げ付きですわな、これの準備を始めたってことですからな。もう JP モルガンの話だから、これ。っていうことは、もう地方銀行片っ端から吹っ飛びますよ、アメリカはこれ。もうその準備始めてるんですよ、先週ぐらいから。これはすごいぞ、本当に冗談抜きで。だから、これ、俺の読みでは、多分こうなると思う、もうそろそろ円高へ向かうぞ。もうあと2ヶ月ぐらいかな。だから、一時161円。真ん中、161円後半までドル円いったでしょ？先週が。で、そこからちょっと157円ぐらいまで、何て言うかな、ドル安に押し戻されてるんですね。でね、これの、あとみんな、これだけ見とったらええわ。次の円高の合図言うよ。9月に FRB が利下げしてくると思うんですよ。9月な。あと2ヶ月後な。これがね、ドル暴落の合図やからな。まあ見とけ、これ。すごいことになるぞ、これ。だから円高ですよ。円高に動きますよ。もうそろそろ2、3ヶ月後で。今度は。で、トランプが出てきたと同時にアメリカ経済ボロボロやと。ね。ほんで、借金のこととか、FRB のこととか、国務省の件とか、民主党の件とか、まあ、ありとあらゆるその暴露が始まると。でね、これまあ、古い連邦政府にも押し付けろと。俺らは関係ないんやと。こんなもん踏み倒してまえと。ね、国際金融市場の金踏み倒し終わりやというようになりますよ。まあ、そこへ行くまでまあ、なんていうかな、ドキハネタがいっぱい出てくる。どうなってんの、これみたいな。そういう感じですよ。ですから、JP モルガンがその準備始めてるっていうことですから、もういよいよっていうとこですよ、もう。世界最大の銀行ですからそうですね。な。まあ、ドイツ銀行もそうですけどな。でも、始めて、準備始めてるからな、もう。はい、終わりですもん、これ、みたいな。面白いぞ、ほんと。面白いですね。まあ、いつもの話じゃないけど、こんなすごいもん見れんねやと思って。でも、今の話でいろいろググってたんですけど、その労働党っていうんですかね。その最大の野党の労働党が、その過半数を14年ぶりに政権を変わったんですね。どこの話？イギリスの話イか？ギリス、そう。そう。と思って、やっぱり時代の開局が、それで EU を脱却で混乱してるってことですね。EU から出たのはブレグジットって言ってな。だからあそこでも始まってるんですよ。あそこで始まってるわけよ。イギリスが。要は、簡単に言うと、一抜けたってやってるわけですよ。もう世界支配から抜けますと。いうことですよ。っていうことは、イギリス抜けるってことは、その子分のアメリカも抜けるってことですからな。
それが、いや、今目に見える形で普通の人が分かる感じになってきたってことは、もうあそこで要始まっは、てるんですよ、すでに。だから何て言うかな、海賊支配の終わりってことですよ、これ。あっちゃこっちゃ船乗って出て行ってな、鎖国してるところ、開国迫ってくるわけでしょ、日本もそうやったけど。そうですね。なんで金銀財宝張って、で、なんていうかな、宗教やな、宣教師送り込んで、洗脳するわけでしょ。それの終わりってことですよ、もう。なるほど、もう情報は出続けてるってことですよね。だから私たちももう今日のテーマ、つながるんかしらんけど、もう解放ですからな、これ。本解放当ですごいぞ、こね。れ。解放ですね。だから、役人は相当苦しむぞ、これ。本当に。これ、どうしようってなるからな。行きましょうか、今日のテーマ。今日のテーマですね。今日のテーマは壮大なことじゃなくて、単純にあっさりなんですけど。あいちゃん、前回の続き歌ったんちゃうからね、だっけ。いや、未来を変える絶好のチャンスが訪れたら、どんな感じですかっていう話で。前回の続きというか、結局、このチャンネルの目的って、要は未来を変える絶好のチャンスっていう形っていうので、毎回言ってることじゃないですか。毎回は言ってるなーっていうふうには感じてますと。もう絶で、好のチャンスやろ、今。あそこ。本当な。絶好のチャンスっていうか、すごいそれをもうちょっと具現化しますけど、まっちゃんのやつは正直、すごい具現化じゃないので、すごい具で、マスに向けて具現化に、僕の中で変換はしますけど、やっぱりすごく、もう独立はしやすくなったよねっていうのは本当にありますよね。よく言ってる。このチャンネルで言ってる、昔から言ってるように、自分の個人で抜けて、組織から抜けて、もちろん、組織いたい人は言ってもいいですけど、組織で仮にいながらでも、やっぱり自分でね、ビジネスをやっていくようなもう時代になってきてるよね、全員がねっていう。それそうはです。確実だね。からさっき言ったように、英米の前はオランダ、で、オランダの前はスペイン、で、スペインの前はポルトガル、で、その前はローマとかいろいろあったわけですよな。こういう要は西洋的なその支配、要は、なんていうか、律令制度じゃないけど、要は官僚機構の支配ですわな。そうですね。ルールのがんじがらめっていうやつですわな。で、よその国に乗り込んでいって、ぶん取っていくってやつですよね。よその国の法律も変えると。で、宗教も改宗を迫ると。ね。これが終わるんです。っていうことは、そういう官僚的な機構というかな。そういう世界統一みたいなルールってあるやん、なんか。ありますね。これがぶっ壊れるってことですから。だいぶだからその辺がなくなってきてるな、なくなでしるなょ？ってのが確実。ってことは、国単位、地域って国単位みたいな話になってくると、もう自分のとこでやるって話になるでしょ？一から。そうでしょ？ということは、この人間も自分でやるって話になってくる。それはぶら下がらない。そういうことでしょ？でね、この人間のその魂の改心っていうかな、心の改心っていうのは結構俺早いと思ってるんです、今回。そんな時間かかなと思ってるんですよ。個人の話で。個人の力ね。ただ、最後に残るのは組織ってなるはずなんですよ。会社、大企業もそうやし、あと役人官僚の世界もそうですわな。政治の世界もそうですわな。で、一番の改心最後に迫られる、ろくでもない代名詞がメディアですわな。ああいう組組織が腐りきってるんですよ。だから個人ではみんな改心終わるの早いと思うんですよな。で、個人はこう心改めて新しく出直すんやけど、会社行くでしょ、また。会社行ったらまた今までのことなってるわけですよな。で、みんながもうなんか辞めていくって感じちゃう？だから結局もう組織が個人を支える時代ではないから、全く、いや、これ、伝えると危ないってことになりますよ。逆に言っちゃうと、よりよく、環境変化に適応しないといけない時代になってきてるのかなっていうのはすごく感じていて。一言で簡単に言うと、自立ってことですからね、テーマは。そうですね。テーマは事実ですからこれね。だから宇宙の話ですからな。だから神からの、天からの話ですからな、元は。元はね。で、それに求められてるものなんですかって言ったら自立ってことですからな。事実ですね。そうですね。で、解放したところで自立してなかったら右往左往するだけでしょ？そうですね。どうしたらいいんかわからねえから。それが自立しなさいよということですよ。そうですね。それは経済的な自立とかそういう話じゃなくてな。要は、哲学とか精神性の自立ですわ。だから何でもかんでも金儲けしたらええとかな。何でもかんでも強いもん勝ちとかな。そんな世界じゃなくなるってことですよ。
全然違いますよね。もう2年俺頑張ったから、これ毎回見てると、お、いつもと同じ、またよく見えましたみたいな。その通りいきますよ、これ。みたいな。面白いぞ、これ、本当。結局、あり方も変わりますよね、結構。もう全然変わると思う。そうですね。だから結局、今の根本的な目に見えてる、世界というか、世界線からも、略奪されるというか、その変わるというか、変革されるので、結局今の状況が当たり前ではなくなってくるのかなっていうのは、すごく感じているといそううです。だから、まあ、目に見えてる世界半分で、見えてない世界半分ぐらいな感じ。そうそういう人でばっかりになっていくって感じですよ。すよね。そうですよね。やっぱりそこが一番大きいかなっていうのは、すごく目に見えだてかも。ら、この動画なんか、多分3、2年後ぐらいに見て、ふむふむふむって理解できると出てくるんじゃない。今は分からんけど、みたいそうですね。な。だから、まあ、これ、毎回見てるとあれやけど、もうさっき言ってるからな。はい、軽くなりました。行きます、みたいなな。そうね。やっぱりそこら辺が、だからそこが一番変わる時代なのかなっていうのは、すごく、肌身で感じてますね。めっちゃ。でしょ？だから、あんまりその所有の概念がないって感じになるんですよ。そうですね。で、強い者勝ちっていう概念もないんですよ。むとしいうろこと弱いは方な、が勝ちからとね。いうことは、羨ましいっていう感じもない。そうね。で、なんていうかな。だから、多分だから縄文って言ってる人多いと思うんですよ、多分。縄文ってそんな感じやったからな。なんかもう、なんか、なんていうかな、ふわふわってして、みんなもう、はい、なんでもいいよ、みたいな。だからそういう、で、さらに、その、冒険家というかな、そういう人が多かったわけですよ、ああいう時代中の。大航海もやってるからな、もう、あの時にすでに。で、山の中入って鹿とかなんか、象とか追いかけてるわけよ。なんていうかな、もう一個言うとな、物々交換もないような感じのところまで行くと思うんですよ。もっと進んでる感じ？もっとだ進んから、でますかね。そう。だから、例えば村というか共同体みたいなやつがあるとするやんが、今風で言ったらコミュニティみたいな感じやな。で、例えば鹿みたいなもんを山の中入って、ほら、体の強い人、喧嘩の強い人、弓打つのが上手な人なんかが、まあ、鹿取ればいいじゃないの、みたいな。で、その取ってきた鹿を何かと物々交換するという概念よりは、みんなで食べてね、みたいな。そんな感じちゃうか、多分。で、その体の弱い鹿を売ったりできない人は、なんか違うもので鹿取ってくる人に役に立つみたいなな。で、こうなると物々交換という概念もないんですよな。やれる人がやると。やれる人やる、まあ、確そう。かだに。からみんなそれぞれ得意性があるんでね。違うとこか。やれる人がそれをやっていって共同体作るみたいな。それちゃうかなと思ってるぞ、日本は。っていうなるとどうなんのって言ったら、多分先進国やな、これが。地球で一番先進国みたいな感じ。ってなると思うぞ、俺、ほんと。15年後ぐらい。俺1570年になっなんてるだ。けど。15年なんだ、逆に言っちゃうと。俺70になってるから、その時は長老になろうかな、ほんで。そう。なるほどね。あの人に聞いてこい、みたいな。でも、ありえますよね、でもね、そういうこともそね。う。そういう感じやと思うぞ。ただまあ、なんちゅうかな。ただまあ、そうじゃないところもあるんちゃうかな。例えば具体的に。誰にも相手にされない官僚制度みたいなのが残ってると、残骸が。じゃあ残骸は残るんじゃないですかね。そう、残骸がな。で、残骸は徐々に溶けていくと思うんですよ。要は、そういうところで働いてる人間の心がもう、なんていうかな、もう持たない。自分個人が改心して変わるわけやから、でも組織だけは古いままでおるわけでしだからょ。結局、個人個人はもう理解してあげ、あれな、あの、理解してるはずなんだけど、昔からのもののつながりでどうしてもそのなっちゃってる部分が多いじゃないですか、やっぱり。そう、だから右見て左見て同じようにせなあかんみたいな感じやな。なんていうかな、無言の圧力じゃなんていうの日本の場合あれ。まあ、圧力ですよ。利権ですよ、利権。全部。同調圧力っていうんか。利権、まあ、同調圧力っていうのが、まあ、でも、僕の中でそれを自分の中で定義するんだったら利権だと思ってますからね。結局、で、
ね、うん、ありますからね、うん。で、その同調圧力がもういたたまれなくなっていく人が増えると思うんですよ。うん、気づいてな、うん。うん。そんな感じちゃうか？だから先行った方がええぞ、今回は。うん、俺、先行った方が人生楽しめるからな、どう考えても5年分くらい、うん、結局なんかね、昔のしがらみに、これ、なんだろう。強く感じてて、昔のことを偉そうにね、過去の栄光を偉そうに言ってるやつ、人たちは衰退しておきますよ。そう。もうだっだて、それがから、もうあるんだもん、結果が出てるもん。うん。今、世界中見ても、日本の中見ても、簡単に分かんのはな、うん。製薬とか、その軍事産業とか、政府とか官僚とか、なんちゃらかんちゃいっぱいあるけど、銀行とかな、簡単に分かんのはな、はい。はい。組織の中に悪魔が宿ってるんですよ。それはしょうがないじゃないですか、だっうん。て、みんな。うん。大企業の中に悪魔が宿ってるんですよ、これ。まあ、それはしょうがないですよ。だって、正直、悪魔とか天使とかって表裏一体だと思ってるので、すぐ要は天使が悪魔にもなるし、最初はみんな天使だったかもしれないけど、それが、どん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 悪魔になるってるっていうのもあるじゃないですか、正直言っ知らて。ん間にな。そう、知らない間に、要は悪魔に変換してる人って、すごく世の中多いなと思っていて、そう。で、知らそれんを間に。悪魔すらなってるっていうの気づいてない？だから要そう。は結局天使だと自分では認識しているつもりなんだけど、それが人生やってることが悪魔だっていう、要そはことに理解してない人たちは多いかなという。まあ、それう。そう。組織の中に悪魔が宿ってるんですよ。ね。あ、まあ、ちょっとあれや、忖度せえと。な。忖度の世界な。で、あとは何せ、忖度、損、損得か。今度損です得ね。感情か。そそうれとか、そう。あとはあれある、あれあるやろ。あいつ首にするからちょっと密告せえとかな。下請けもっと叩いてこいとかな。やってるやろ？あれ悪魔宿ってるからな。うん。ね、こんなことしなくてもいいのにって思っちゃうときもありますからね、ああたいまうにもんね。ダメになるぞ。うん。人間の心が変わってしまったらもう無理やからな、そんな。まあ、やっぱりそれは慣れだったりとか、現状維持だったりとか、そのプライドだったりとか、うん。そういったものが強いんでしょうね、多分人間にはね。そう。でも人間が改心されていくとな、やってらんねえって言ってみんな出ていくから。それは出ていきますね、確実にね。でしょ？うん。はい。そういうことでございますと。そうだね。何やったっけ、テーマ。あ、テーマは本当に、だから話的には、本当に今日は、未来を変える絶好のチャンスが訪ああ、れたって未来感をじで変える絶好のチャンスですねと。す。ということですね。だから本来はなんか、さあ始まると新時代、すべてを、過ぎ捨て、脱ぎ捨て、ゼロから新しくなろうって言うんだけど、これはよく言ってることなんで、ありきたりなんで、だから、で、要は未来を変える絶好のチャンスっていう感じにしたんですよね、結局はね。はい、じゃあそのテーマでいきましょはい。もう話してますよ、そのテーマで、一応は。う。毎回こうやからな、大体。毎回こうですから、結局のゴール地点は変わんないんですよ。毎回30分ぐらいで結論は出てんねんけど、その残りうだ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 みたいな。まあ、結論は出てるんですけど、ただ切り口を変えていかないと理解していない人たちも多いから、それはまあ、相手の質問のやっぱりあれでしょう。力量やろ、僕力からしたら。量なんですかね。俺の力量っていうか、あとはね、結局僕がどんな質問をしたとしても、結局はゴール地点は変わんないんで、ね、まあ、あとはまあそうですね。切り口の仕方は僕ですね。そうはい、じゃあやりましょう。はい、ですね。どうぞ。ですね、質問の仕方ですね。そうだね。まあ、やっぱ絶好り、のチャンスやな、ほんま。うん。まあ、絶好のチャンスって逆に言えば、絶好のチャンスにつかめない人は一生何事もつかめないよねってことになりますよね。なんかね。うん、あのな、今回のこの地球規模の変化のテーマ、まずいこうか、おさらいしようか、もう一回。復習復習せね。んとまたごっちゃごちゃになるから。で、求められてるテーマですわな、今回。求められてるというより、こうしましょうっていうテーマになってるわけ。な、神様が言ってるな。それは、何て言うかな、魂の洗い流しというかな、話の魂。魂の大変革というかな。まあ、だから、前回はあれやったわけですよ。洪水やったわけですよな。洪水で全部な洗い流されると。ね、それが前回ですからな。で、今回は魂を洗い替えするっていう話ですからな。だから、分かりやすいと悪に染まってる人は、最後まで悪霊に取り憑かれてる人は、魂抜かれるってことですからな、これ。本当。苦しいぞ、これ。生きてて魂抜かれるほど、だからゾンビ？
ゾンビね。なるほど。みたいになるのよ。うーん。本当に。なだるからほど。な、要はなんか改心せえってことですよな。うん、まあ、意外な再開で、心そとのか。魂を洗い替えて何ですかって言ったら、うん。やっぱね、自然を軸にした目に見えない世界をちょっと感じるってことですな。そうでしょ？な、まっちゃん、その方法どうしたらええの？みたいなんて、みんな毎回見てても分かってるけど、簡単なんですよ。今回、ちょっとここをつるっと簡単に、何か、向ける方法というかな。この大根、大、大、何やったっけ、大混沌をつるっと人から向ける方法だけ、簡単に教えるぞ。素直になれってことなんですよ。天が言ってる言葉は。そ もう変のなさ、力。まあ、その、みんな素直って言うじゃないですか。ね。で、みんな素直って全員そういう変化が訪れる人、成功する人、素直になってやればなんとかなるって言うじゃないですか。でもね、まあ、元から素直じゃない人って多いじゃないですか。それはだからシャーやろ素直になれて神様が言ってんねんからな。それは、慣れって言われて慣れる分ほど、そんな人ってうまくできてないっすよ。なってるやろ、これ毎回見てるやん、みんななってるぞ。まあ、もちろんだから、なってる人はなってると思いますよ。っていう定義になりますよ。そうだからな、要は神がやるって言ってるわけですからな、今回は。おお、本当に。まあ神がね。やるんやと、やったると、ね、地球を当たる神様がぶっ潰したるから、あとはお前らやり直せって言ってるわけですから、これ。そこを抵抗すんなって言ってるわけですから。神に任せろと。ね、あとは素直になれと、その間に改心せえと。言ってるわけですよ。変な常識とかな、変な理屈、へ理屈、へ理屈やな。とか、変な学者が言う学問とか、学問の権威とか。そんなこと言ってる場合ちゃうぞって言ってるんですよ。素直になって地球、自然見つめろと、宇宙を見つめろと。ね。そしたら神が全部やったると言ってるわけですよ。そこに抗そうですね。おうとするからやられるんですよ、ドッなポぜ人間って抗っちゃうんでしょうね。ン。知らんわ、それ。まだ所有がええとか思ってんちゃうか？もっと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 って言って。それは根本的に人間を早く AI 化しちゃった方が早いじゃないかって理由そうか。です。愛ちゃん、今日ええこと言ったな。はだから、政治の世界と役人の世界は AI に変わるぞ。い。だから要は、人間がなんで素直になれないかって僕答えも知ってるんですよ。なんでだと思います？まっちゃん。逆に質問してますけど。なんだと思いまなんす？でなん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 で。人間が素直になれない理由が一個あるんですよ。僕それもう確定して分かってるんですよ。まっちゃんなんだと思います？逆の質問し執よ着心があるから、欲があるからよ。う。欲って、やっぱ結局僕って感情があるからだと思ってる。まあでもその元なんて執着ですよ。ああ、そうなんだ。これしゃあないんですよ、その感情は。あと執着の原因はもう一個言うけど、前も言ったけど、不安やからな、前の動画にも。まあまあ、だから結局、感情理論の原因であっそうなんでて、す。結局そこの感情理論を制御しているやつが素直になれるわけですよ。で、そう素です。直になれないっていうのは、その昔からの何かしらあるけど、いろんな過去のものの積み重ねができたのが感情理論であって、じゃあ、それだからよく言うまっちゃんっていうさ、歴史を学べっていうのはさ、過去の自分の歴史の生い立ちも全部学べってことが正しいよね。だからね、今回のこのテーマでちょっと、テーマやったかな？要はゼロからいかんとどうしようもないんですよ、これ。まあ、そうそう、ゼロ、だから、ゼゼロロスからター行ト、く、ゼゼロ。ロスタートにするためにも、要はゲームでいうリセットボタンを押して、ゼロそう、からスタート、リセットボタンを押してゼロから戻ればいいんだけど、そそんな人間って、そこまで柔軟じゃないと思ってるんですよ、う。い僕は。や、よう見てみーな。グレートリセットでしょ、今回。でしょ？で、ゼロスタートでしょ？もう、それやるしかないんですよ。テーマやから。だから、それやるしかないのはわかるんだけど、やるしかないのはすごいわかるんだけど、ただよ。要は、人ってそう簡単にすぐ、リレートリセットだから、お前ゼロに戻れって言ったって戻れないわけですよ。普通の大衆はね。俺、嬉しいけどな、ゼロに戻れって言われいたら。や、言われたよ。それは、まっちゃん級だったら嬉しいと思うよ。俺、はーいって、はーい、だから、ありがそとうこ、ごそざれいはます。まっちゃんがもう自分で言ってるように全員素直だからいいんですけど、そう簡単に戻れるわけじゃないですと。それはあるじゃないですか。だけど、それをいかにゼロに戻すというか、ゼロに戻っていいなと思うのは歴史を学ぶことですよね、とは思う。よくまっちゃん言ってるじゃないですか、動画でも。要は、歴史に戻ることが大事だって。
毎回同じことやってるもんだって。だからそのレシピを学べっていう、だからそれは僕の中の理論的には、ゼロから戻れって言って素直になれ。それは OK。じゃあ、なぜそこまで至ったレシピを、自分のレシピだよね。要は、世界の歴史というよりかは、そもそも自分自身のレシピをちゃんと勉強しろと思うんだよ。要は、結局振り返らないじゃん、みんな。結局、未来のことは見るんだけど、自分がどういう生い立ちでどういうふうになってて、今現状、こういうふうになってる。例えば、まっちゃんであれば、今の現状って釣りがあったから今じゃないですか。そう。でも、それって結局、いい意味でも悪い意味でも、未来はそういうふうに繋がってるわけじゃないですか。そうです。全員の未来ってそういうものだと思っていて、結局、未来をゼロに戻すためにも、昔のことだったりとかっていうのは全部きちんとそれを受け入れた時点でもう素直になってやるのがベストだと思うんですよね。ああ、そうきたか。僕はそうきますよ。だってそうじゃないですか。そうくるとやで。この先を作るのが今ってことです。この。ね。でもそこは、過去っていうか、その前の自分、ある程度清算せなあかんのですよ。生産は別に、そこは別に生産する部分が違う違う、リセッ切トりじ捨てゃるん。っていうんじゃないんですよ。振り返るというかな、考え直して自分の内を見つめて清算していかなあかんのですよ。やっぱどうやっても。要はね、過去を振り返るのはええことなんですよ。ね、その日。当然続いてるわけですそからな、うだよ因果関係ね。があるわけですからな、過去にやったことはあるから今がある、で今あるから未来があるみたいな話ですからな、それはそれでええんやけど、そのやっぱある程度みそぎ、急ぎね。皮破らんと変わらんってことですわな、先は。だから結局、そこの、変わらないのって、そこのフックが大きすぎるから変わらないでしょと思うと。そうなんですよ。だからそこを、だから、ために見つめ直す必要があるのかなと思って。だからそれを、俺自身でもそうで、僕自身でもそうだから、結局今、なんだろうな、将来的に金稼げるようになったのも、おそらくちゃんと昔の自分と向き合ってるから、向き合ってそれを捨てたんですよ。嫌なところをね。捨てた結果こうなったから、やっぱり結局見つめ直して、捨てて、抜き去せて、ゼロに戻して、もう一回やり直せっていうのは、その通りだと思うわけですよ。だって、根本的に積み上げてきたものが、なくなるわけが事実なんでって思う。何にもなくなるものがないよ。何があんの？だってグレードリセットってそういうことですよね。だっいて。やいや、違うやん。自分が、皆さんが思ってる、なくしたらどうしようと思ってるものなんて、どうってことないもんですよ。そっちね。そもそもがそんなもん。その観点はその通りだね。確かによく言ってるもんね。要は、結局そもそも自分が大事にしてるものと、本当にお前はそれが大事にしてるものなのかって話ですからね。結局。それはただ単純にそこにあるものをやってるだけだから、結局そこは関係ないよねって話だよね。まあ逆を言うと、失って気づくってことはあんねんけどな。初めて。失って初めて気づく本当の大事さみたいな。だからそれは、目の前に近くにいるほど分かんないから、麻痺してますからね、結そう。局ね。糸ってなかなかひどい目に遭わんと分わかんかないらんから。生き物やから。それは失敗、だから誰にしても失敗があるからさ、それはしょうがないよ。だからひどい目に遭や遭うほど人間成長するんですよ。でもひどい目に遭おうと思ったら行動せなしゃあないでしょ？じーっとしとったらひどい目遭わんから何の成長ももうないだからよ。結局なんか人間の成長メカニズムもそうだし、チャンスをつかむためにもっていうのも、またこれは本当に毎回繰り返しですけど、行動しとった話になっちゃうんですよね。ま本だ当に今回ね。も一緒やな。でも、改めて思うのは、なんだろうな、点と点のつなぎにはなるよね。やっぱり結局、こう話していく中でも毎回違うんだけど、でも僕自身が、受け答えて、僕自身すら、その点と点と結ぶスピードが速くなってきてるから、やっぱりそれは前提条件理解があるところだと思うんですよね、やっぱり。だから番組見てる人たちもそうだと思うんですけど、もうある程度理解してた人は、もうこれ話してる、先回り答え的に分かってるじゃないですか。そう、だから毎回見てる人は言ってることの、なんか一つ一つがバラバラになってないってことですよな。あ、同じようにつながると全部。だからそれ歴史と一緒なんですよ、歴史観と一緒なんですよ。あ、一つ言われたら、ああ、そういう、これはこう、これはこう、ああ、だからこの流れでこうなったのね、みたいなったのかなとは思いますけどね。な。でもそれ理解しようと思ったら歴史もそうやけど、やっぱり目に見えないところをちょっと頭に入れとかなんて難しいぞ、本当。まあね、目に見えないところを頭に、そうでしょ？まあ、そう神様ね。やとか天やとか言われてもわけわからないんだよ。ほんまわけわからんからな。でもそういうのになってくるんですよ。まあ、うさんくさい宗教って言えばそこまでですからな。だから、どうやったっ
で、その分からんもんってあるじゃないですか、今、山のように。やっぱありますよ。不思議な力ってな。まあ、不思議な力で処理していいかどうかっていうのはちょっと不安なんですけど、ただ、全部科学的に証明はできるとは思うんですけど、だ科学的に証明せんでもええもんってあるんですあ、よ。まあ、証明していけないものもあるわな。い確かにけ、ね。そうん、う。そう神ね。様がこれやっちゃダメって言ってそう、証明して、ちょっと、ある証明していけないものはある。だっあて、る。ある。それこそだって、おば、なんだ、祖先がね、こう降りてきて、こっちの地上の世界にいるっていう時点で、あれは証明しちゃダメだ。もうそういうものだから。以上。どうやってもその理解不能な部分ってあるんですよ。あるある。それはあるよ。人間の変革だっだてとからこか。れはいつもの話じゃないけど、だからこの、なんかこの動画のテーマの一つでもやってる直感って話になってくる。感じるしか方法がないと。で、言そう葉ね。にもならない世界っていうのがあるんですよ、やっぱ。100%あるね、それは。それは神それ様がはあ言る。葉にしちゃダメって言ってるわけですからな、言こ葉れ。にしちゃダメっていうのと、あとそこには触れちゃいけない。逆に、触れようとしたら、触れようとしたで、今度は、まあ、まあ、いろいろとあると思うからだよね。逆鱗に触れるとこあると思うぞ、やっあれぱ。あれあれ。だからそれはなんで神様怒るかって言ったら素直じゃない心になってるからちゃうか。だ、要はね。解明したろうとかいうことになそうるんそうだな。そうそうそう。で、人は解明してするとろくなことにならんのよ。パンドラの箱を開けるみたいなもんだよね。そう。で、偉そうに論文書いたりな。偉そうに学会で発表したりするやろ。で、今度軍事に使ったりするわけよ、これ、人間って。神の怒りに触れるのは今度。そうですね。封印しとかなあかん、もう封印しとかなあかんね本当ですよね。最終的にパンドラの箱に開くみたいな感じになりますもんね。まあでも今回は結構なとこまで開くと思うぞ。あ、本当ですか。天の岩戸開きやから、ほんま。なんか結構すごいと思うぞ。すごいっすかね、結すご構。いと思う。ああ、それだったらいいですけど、本当に。さあ、どうまとめようか。まとめるのは、本当に、じゃあ逆に言っちゃうと、3つ、今の、まあ、チャンスをね、今回、掴むという話じゃないですか。で、チャンス、絶好のチャンスをつかむために必要な要素を3つに分けてみましょうって言うんですけど、いろいろと、過去のチャンネルの番組でも、まあ、要は行動しろ、環境を変えろ、きっかけを作れ、とか、あと素直になれ、とか言ってますけまずど、はやっぱり学ぶやろな。学びね。それはそうでしょう学んね。で、それは当たり前でしょうね。で、学んで、やっぱりその次は、なんていうかな、学んだ後に、この、なんていうかな、結び合わせというか、まあ、出会いみたいな感じやろな。出会いね。それは大事だよそのね。人間だけじゃなくてな、人間だけじゃなくて自然でもせえし、何でもええんやけど、そのやっぱりそういうもの、ちょっと待ってな。ちょっと折り返すか。出会いとかな。で、なんていうかな、感じる出会いみたいなやつ。触れるみたいなやつやな。で、まあ、そこから本格的に行動って感じになるんちゃうか。だからもう動かんかったらどうしようもないって感じになると思うまずぞ。行動せよってところだよね、結論ね。もう犬も歩けば棒に当たる作戦で行くしかないぞ、これ。本当。まず行動したもん勝ちだよね。もう動くしかないぞ、これ、本当。それはわかるよ。まずだから学ぶ、行動、あとなんだっけ？最後。学ぶでしょ？で、学ん学でんで、行今動。度出会いみたいなのが出てくるなあ、と思う。学ぶ、出会い、行動。そんな感じちゃうか？それが一緒くたになってるって感じちゃう？同時にやると。だそれでいいんちゃう？から、学びっていうのは、でもいろんなジャンルの学びのネットワークがあるわけじ好ゃないきですなこか。とでいいんちゃう？自分の得意なことを学んで、それで行動で、それにつながった出会いにあって、最終的にガチャンコするってことでまあすよ。全部行動もひっくるめて一緒やからな、これ全部。結局、でもこれってでも、結局よくある成功軸とか、そういうところでよく言われてることの、本質ですよね。それは結局それどこでも言ってることだと思うんですよ、結局のところ。それを同時にやるって感じちゃうか？だから俺言ったやろ、忙しいどころばっかりさ、ほんまに。ほっていかれるぞ、もうほんと。やっぱり行動しろってことだよな。本む当ちにゃくちゃな。忙しいと思うぞ、この先はもう。本当に。もう俺も56やねん。この年になっていく。まだ忙しいあ、せん。56か。そう。56か。俺、こっから10年相当忙しいと思ってんねん56か。56か。56、皆さん50代、60代元気なおっちゃん多いよ
いやうちの親父が、例えば、昨日年代久しぶりにご飯食べに行ったら67歳7でしたよ。もう年だなとって。ああ、まあ、俺としては、こっから先何人救えるかっていうのをやりたいな、みたいな。100人。なんで100人よし、何人救おうか、みたいな。いや、でも YouTube やってれば、ずっと救えるキャパが多くなるでしょ。まあまあ、それも一つやな。うん。まあ、あとはね、まっちゃんが倒れても、まっちゃんの魂が存在するような仕組みは作らないといけないから、それは。そう、だから、これね、AI に読み込ましといたらいいからな、全部。そう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 。でも、まあ、同じように AI がまたやるやろ。まあそうなんですよ。だから要は、ずっと、そこはね、うまくちょっと、アンドロイドみたいなのはちょっと面白いから実験的にやりますけど。そしたら、まっちゃんが、うん、もう口が聞けなくなっても、それが、もうエビデンス残ってるわけだから、こういう対談やったね。エビデンス残ってるわけだから、それを吸い上げて、整理して、整理整頓して、そこをうまくできる仕組みは、まあある程度僕の中でもできるんで、そこは遊びながら実験しながらやりますと。うん。うん、だからね、うん、やっぱ精神的な方向っていうのはこういうことなんですよ。だからね、はいはいはい、地球が荒れるというか、国が荒れるというか、人の心が荒れるというかな、まあ、どっちが先でどっちがどうなんかようわからないけど、はいはいはい、こういう時の時代っていうのは必ずそういう感じになってくるんですよ。はいはいはい、イエス・キリストの話もそうやしな。はいはい、うん、だから、結局そういう話なんですよ、毎回。まあ今の場合はこのネット環境みたいなのが発達してて、あっちゃこっちゃでそういう人が出てくるみたいなな。うん、まあ当然、聖書にも書いてる通り、うん、偽預言者も出てくるって言ってるわけですからな。はいはいはい、はい。偽預言者っていっぱいおんだよ。うん。わかるでしょ、うん、うん。偽預言者がいっぱい登場するんやと。うん。ね、それは聖書にも書いてあるわけですよ。うん。同じこともまだ始まるから、まあ今になってるけど。うん、だから、まあそういう、なんていうかな、まあ、みんな、これ見てる人も含めて、うん、みんながスメラって感じちゃうか、うん、それぞれに神が宿ってるから、みんな。そうね。みんながスメラで、みんながなんかやるみたいな。うん。うん、まあ、スメラって言ったらシュメールやからな。そうね、そこはね。そういうことやからな。うん。面白いな、これ。うん。だから、なんかせなあかんってことになるんですよ、全員が。そうですね。面白いですね。私はあなたに頼ってついていきますみたいなのかな、うんうん。私は何々会社に頼ってついていきますみたいな。うん、あれが無理になるんですよ、うん。それぞれ一人一人が進められになった人たちがこう集まるみたいな。うんうん、なんとなくわかるやろ。もう上も下もない世界。うんうん、ただ、そういう意識を持ってない人にとってはそこにおるのが苦しいみたいな。うんそんな感じになるはずですよ。ね、そうですね。うん。だから一回皮を脱いでない、皮をこう、ぶわっと剥いてない人にとっては厳しい感じになると思うんですよな。そりゃなりますよね。うん。うん、すごいの、これ。ほんと。それは、すごい、なんだろう。こんなことなんねや、みたいな。いやー、それはすごく思うよ。うん。いや、だからな、皆さんにいつも言ってるやんか、これ、生きて、今まで生きてた中で一番楽しいからな、こっから2、3年が、ほんと。うん。もうどんどん自分新しいできるからな。本当そうだよね、うん。うん。もうどん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 前行ってまうからな。もう。はいはい、うん。すごいぞ、ほんと。だから洪水で流されるよりきついぞ、これ。はいはい、多分。なんちゅうかな。なんていうかな、はい。取り残されたら生きた屍みたいになる感じ。はいはい。うん。生きた屍みたいな感じ。そうね。でも片っぽさっきバーッ言ってる人はお花畑の中におるみたいな、はい、もうそれぐらい変わると思うイメージとしては本当ですよね。ただ大前提があってそれぞれが自立してなかったらあかんってことですかな、うん、あ頼ることができないから、うんうん、その頼られたら頼るやつは来んなとかそんな話じゃないで、うん、自分がいたたまれなくなりますよ、うんうん、自分が自立して何ていうかな自立した心を持ってそのなんていうかな全部引き受けることができない人には、うんうん、共同体やからな強いもん勝ちの世界でもないし持ってるもんが偉いもん勝ちの世界でもないから、うん、なんか分け合いながらやっていかなきゃからな、うん、自分の心がもういたたまれんと思うわそういうところにおると確かに、うんうん、それが魂洗い流すってやつですからもう神様ってすごいなと思うぞ、うん、俺本当本当すごい、日本人が特に神様とつながってるのが強いから、
特に要はもともと日本の魂自身が神様って言われてるじゃないですか、もともと分けて与えられたっていうようなそういう物質だから、日本人が特にそういうのが影響を受けやすいですよね、世の中の変化に。だから逆にだから強いんですよ。だから日本人ってあだこうだして発想だったりとか考え方も新しいものが出たとしても変換が早いんですよ。うん。うん、だからそれはもうそういう天命が受けてるからみんな。そう。うん。だから八百万の神が元になってるからそうなんのよ。そう。元はね。そうね。自然そのものが神だってやってるわけでしょ。そうそうそう。別に石を拝んだり水を拝んだりしてるけど、あれ石を神なんて思ってんからな。そうね、自然全体にありがとうございますってことですから、ね、だから日本ってそこが近い存在にいるからそれが当たり前なんだよね、逆に言っちゃうと思うね。でもこの世界がもういかんとどうしようもないんですよこれもう、うん、だから要は新しい時代の始まりなんだよ、そう、うん、だから最後日本になるって言ってるやろ何回も、うん、日本しか、まあ、でもまっちゃんがあれだね、まっちゃんが生きてる時にギリギリになるかならないかだよな多分な。いや俺はもう俺の頭の中でもうなってるから、あ、本当に、あー、なるほどね。もう俺この世界、俺の世界でおるからな、これ。うん。その自分の世界を広げていったろうと思ってるの、それは。あ、いかなり間違いは面白いよな、そういうところな、ね。俺の世界を広げていくぞ、みたいな。うん。もうそんな感じになってるんですよ、だから。まっちゃんの、なんか面白いわ。ほんとね、不思議な土地なんですよ、日本っていうのは。うん。あ、不思議な土地だね。自然信仰もそうやしな。で、自然信仰の元になってるのは何ですかって言ったらな。やっぱ自然への恐れとか、うん、うん、まあ、なんていうかな、うん、あの噴火とか多いんですよ、日本って地震とか、うん、噴火がすごい多いからな、大噴火とか。だから、恐れの念というかな、うん、で恐れの念もあるけども、その食物とか魚とか水とか、うん、もう豊かじゃないですか、うんうん、優しい自然と厳しい自然がセットになってるのが世界で一番日本、うん、大震災もあったりな。だから、うん、そういう自然に対する敬意っていうかな、うん、それを持たないと生きていけないみたいな土地なんですよ、はいはいはい、でさらに民族大移動で何ていうか世界中の世界オールスターズみたいな国やからもう混じり合って、うん、どこまでが日本人なのみたいな、うん、どこまでが日本人でどこまでが日本人じゃないかって、うん、そういう国ですよ。だからもう世界一不思議な国なんで、そうね、うん、まあその歴史の正体というか真実もこれから出てくるんちゃうか、うん、うん、どうですかね、もうそう渡来人が渡ってきてどうとかこうとかって言ってもその渡来人もそもそも日本から出ていったんちゃうか実はそれはみたいな、うん、なるほど、でしょ、日本からバーって散っていったんがまた何ていうかあれ機械ききかる何やったっけあったらごっつい噴火あったやろ7000年ぐらい前にな機械島、うん、はいはい、あれであのあれでバーって世界に散っていって、まあ、3、4000年経った後には、はい、戻ってきましたみたいな。はいはい、やってるんかどうなんかみたいな。そうね。そうでしょ、うん、そういう真実も出てくるん違うか、本当ですね。絶対西洋からしたら知られたない歴史やからな、それ。うん、そうね。あってはならんって話ですからな。そうね。知られたらやばいよね、逆にね。そうでしょ、うん、ユダヤ教、ヤハウェか、うん、あれの原型ってどこなのってなってくるやろ今度本当話がもうちょっと待ってシュメールってひょっとして日本から来たのみたいな話になったら、うん、あってはならんやろこれなっちゃあってはならない、でも日本なんだ、絶対あってはならない話、でも日本なんだよなというのが出てくるんか出てこないのかどうさてどうなんでしょうかみたいな、本当ですね、面白いですね、うん、まあすごいぞこれ本当に面白いですね、うん、まあだからそういう意味で自分歴史観持って自分やっぱり何て言うかな誇りを持って生きていくってことですよね、もうちょっと、うんうん、自信を取り戻すというかな、うん、まあそのためにはこれ毎回見とったら勝手そうなるよ今日はこれぐらいで、はい、わかりました、以上です、いいかなこんなもんで大丈夫です、はい、じゃあありがとうございました、また来週も、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあそんなことで今日もさよなら、はい、どうもありがとうございました、来週もよろしくお願いします、はい、失礼します。